タイマイは、波中高カメ目ウミガメカタイマイ属に分類されるカメ。本種のみでタイマイ属を構成する。インド用、大西洋、太平洋主要な繁殖地として、インドネシア、セイシェル、モルディブ、西インド諸島などがある。ウミガメカタ種のように集中した産卵地がなく、広域で散発的に産卵する。日本では、 甘み諸島以南の南西諸島で少数が散乱する。校長53.3から93.5センチメートル。体重30から70キログラム。C パンやアバラカンパンの後部が、その後ろにあるカンパンの全部と重なる。円カンパンの公園は、ノコギリ状に尖る。廃坑の色彩は黄色で、黒か主色の反紋が入る。粉管が尖る。 下顎を覆う鱗は左右に一枚ずつ。頸部は長く尖った粉炭も合わせて、産後の隙間にいる獲物を捕食することに適している。頭部や獅子の背面は黄色く縁取られた黒か四色の鱗で覆われる。腹面は黄色。卵は直径3.5センチメートル。本種に限られるわけではないが、亀目は 遺伝的文化が進んでおらず属感雑種が見られることがあり、ウミガメ浄化では染色体数にも違いがなく遺伝的差異が小さい。2006年に発表された本種のブラジルバイア州の上陸個体119頭のミトコンドリア DNA の制御領域の分子解析では67頭は本種のハプロタイプだったが50頭のハプロタイプは赤ウミガメ。 二頭のハプロタイプは姫ウミガメという解析結果が得られた例がある。形態が本種であるにもかかわらず多種のハプロタイプと解析された理由として母親もしくはその先祖二族間雑種が含まれていたためと推定されている。日本では1999年に本種と赤ウミガメの中間型の個体が産卵はしなかったものの赤ウミガメに混じり上陸した例がある。 2013年6月に、奄美大島において、赤ウミガメとタイマイの特徴を合わせ持つ交雑種が散乱していることが、NPO 法人日本ウミガメ協議会によって確認された。同協議会では、種の保全が脅かされる、危険性があるとして、今後コガメの種の確認を実施したいとしている。熱帯にある、サンゴ礁が発達した海洋に生息する。主に海面を食べる。 サンゴの死骸を、くちばしや前足で取り除いて、サンゴの隙間にいる獲物を追んで食べる。繁殖様式は卵生。終年繁殖する。砂浜から陸域に入り込んで、植生のあるところで産卵することも多い。卵は、食用とされることもある。植生から肉に毒が含まれることもあり、食べた人が中毒死した例もある。なお、下毒剤は存在しない。 日本では、パ板が、別行細工の原料とされた。別行用や卵も含めた食用の乱獲、生息地である、産後礁の発火による減少、ガス田や油田開発による影響、原油による海洋汚染、漁業による混獲などにより、生息数は減少している。百七十五年のワシントン条約発行時には、元足が、ワシントン条約付属書愛、 アシュ、e i アイ・ビッサが、ワシントン条約2に掲載されていた。1977年に種として、ワシントン条約付属書、I。1981年に、ウミガメカ単位で、ワシントン条約付属書、I に掲載されている。日本は、世界各地からパ板を輸入し、1975年に、ワシントン条約が発行してからも、本種のパ板の輸入を続けていた。 これには国際社会からの批判が大きく、1993年に本州の日本への甲板の輸入は停止された。ありがとうございます。